そこが気になる。じゃじゃん。このレモン堂っていうやつですね。こだわりレモンサワー。なんかえらい流行ってるらしいっすよ。僕ね、サワーとか、チューハイ、まあ後でちょっと話しますけど、そもそもが、サワーとチューハイの違いもようわからない。サワーって何やねんって、よくわからず飲んでないですか。レモンサワーがめっちゃ流行ってるでしょ、何年か前から。まあ、ハイボールかレモンサワーか。で、これ何が気になってたかって、その、あの、コカ・コーラですよね。コカ・コーラ・ボトラーズが初めて出したアルコールでしょ。で、九州地区で先行販売してて、かなり売れて好評だったから、全国で売るようになったと。いうことで、普段ね、もうほとんどサワー飲まない。もうビールがしんどなってきたらハイボールですね。ハイボールを飲んでない時代もありましたね。ちょっとじゃあレモンサワー、これね、話取れますけど、へこんでるんですよ。買うとき落としちゃってね。でもこういうのを落としたからって元に戻して違うやつは取れないというか、まあ皆さん取らないと思いますけど、昔コンビニでバイトしてる時にね、こういうのを戻してるやつがおってなんやねん思ってたことありますけど、ちょっとね、贅沢ゼロ、コップ2杯でいい感じになってきてますね。ちょっとほんのり開かないですか。じゃあこのレモンサワーがなぜ流行っているのか、そしてそのコカ・コーラが出した、満を持してですよね、そのアルコール出してなかったのにっていうことで、お、やっぱ音全然ライトですね。違うんですね、ビールと。なんかほんまソフトドリンク系の音やな。ちょっとこの特別な富士山の形したグラスで、普段サワー飲めへんか、サワーって氷とか入れて飲んだ方がええんかな。まあこんなもん、だいぶ入ったな、だいぶ入ったな、これ半分以上入ったわ。おお、なんかこういうグラスで飲むとまた雰囲気ちゃうな。氷入れるもんかもしれないですけど、じゃあね、普段あまり飲まないのにさらにレモンサワー、こだわりレモンサワー、レモン堂のなんかいろいろ種類があるんですよね。これは、定番レモンのアルコール分 5%、 もっとレモンが濃いやつとかあんのやったっけな、かアルコール度数が違うんでしたっけ。じゃあ乾杯、レモンサワー。ジュースやな。昔中学ぐらいの時になんかこんなジュース、あーでもちょっと脳にグラッとくるな。 5%、 まあこの贅沢ゼロ 6% も、あーでもうまいか。はあはあはあ、うわ、これコンコン行ってまうやつかな。止まらんやつやな。はあ、流行る理由がなんかわかります。飲みやすいな、さっぱりしてるわ。こうもっと濃い、もっとレモン好きの人めっちゃ絞りますもんね。うん、酸っぱいのがいい人いますもんね。これちょうどいいですね。でです、ああなるほどね。でね、そのサワーってなんやねん、チューハイってなんやねんと思いません？ちょっとまあ調べてみましたら、これ、サントリーのお客様センターにそういうやっぱ質問が来てて、チューハイとサワーの違いなんですかと。答え、
レシピ上はほとんど違いがありませんやって、ほぼ一緒なんですって。酎ハイの語源は焼酎の酎とハイボールのハイを組み合わせたものと言われています。じゃあハイボールの語源は何やねんってありますけど、しかし酎ハイに厳密な区分や法律上の規定があるわけではなく、焼酎やウォッカなど無色で香りのないスピリッツをベースに果汁などを加えて炭酸で割った飲み物。そう、これは聞いたことあったぞ。なんか焼酎でもウォッカでもええってどっちやねんってね。焼酎とウォッカではえらい違いですよ。ここにはスピリッツとしか書いてないんで、めっちゃ大きくゲップしたいのをねずっと我慢してたんですけど、これでもウォッカかな。焼酎は僕もほとんど飲まないんで、ウォッカはね、まあ、あのバーでバイトしてた頃があるんでウォッカの味はまだわかるんですけど、でも無色で香りのない焼酎って麦とか芋とかめっちゃ香りあるやん。香りのない、まああるか、香り米系、はあ、サワーの語源は英語のサワー、そんな飲み物もあったな。何やったっけ、サワーソフトドリンクで酸味のある酸っぱいという意味、スピリッツをベースに柑橘類などの酸味のある果汁と砂糖など甘みのある成分を加えて作るカクテルの一種に、ソーダを加えた飲み物、日本ではサワー。居酒屋などでもチューハイと呼ぶお店とサワーと呼ぶお店があるように、ほぼ同じ意味で使われてるらしいですよ。そら分からんわ。ほんで焼酎でもウォッカでもええって、結構緩い定義なんですね。うん、まあでもこれは流行る理由が分かりますね。もう美味しい、さっぱりよ、レモン。やっぱりいやー、なんていうことでね、気になっていたアルコール類を飲んでみましたが、頭がボーっとちょっとしてきたんです。でもこの2日前にこの状態から飲み終わる頃に、2本飲み終わる頃に冴えてくるんですよね、目が変に。でなんか3本目飲みたくこうなってきてしまうのが怖いという。なんとか今日もこの2本で抑えて、ただね、もう一個ちょっと今日解禁しようかなって思うもんがあって、それがね、これも以前話してましたけど、僕脂質異常やったかな、 LDL コレステロールが非常に高い、ずっともう特定検診高かったんですけど、まあ、それも内科に受診しろいうことで受診したら遺伝だということが分かりまして、もうこのお酒、ビール飲むときにつまみとしてほぼ毎日食べていた大好きな脂っこいものがありまして、それをね、酒を断つ前からもうダイエットのために4月ぐらいからもう半年以上我慢してたのがあるんですよ、酒以上に。それがこの怒り豆、フライビーンズ、そら豆を薄皮ごと油で揚げた塩味がめっちゃ効いてる、これ業務スーパーで売ってるやつなんですけど、めちゃくちゃうまい、止まらんのっすよね、これが。止まらんやつを自分で言うのもなんですけど、俺よう半年以上我慢してたなってちょっと自分で自分を褒めてやりたいんですけど、ただ LDL コレステロール全然下がれへんかった。で体重も3キロぐらいしか落ちなくて、半年油立ち、2ヶ月11日アルコールを断ったのに、こんなにも落ちないかということで、もうええわってこうなりましてね。怒り豆いっちゃおうかな。
やっぱね、これでも行き出したらまた酒が進むからな、悪循環やねんな。とまあ、とにかく長いこの動画になってしまいましたので、とりあえずこの動画はここまでということにして、この後どうなったかはまた、次の次以降かな。一応2日に一遍しか飲まない月水金って決めてるんで、自分の中で。僕ね、本当、まあこれを半年我慢したのも、お酒何年も1日も開けてなかったのに2ヶ月11日開けたのも、まあ結構辛抱強いというか、やると決めたらとことんやるというか、自分に負けるのが嫌なタイプっていうか、自分に負けるようでは他人には勝てないみたいなことを、ちょっと寄ってきてるな、これぐらいで。 いやでもこれ両方ともほんま流行る理由分かりました。うまいです、おすすめです。お酒、さすがにお酒好きの鈴木みゆきさん、納言の方が勧めてたの分かりました。これ、こっちはね、これはもう世間的に流行ってるということで。ではちょっとこの後まだ残ってるやつをフライビーンズと共に飲むかどうかちょっと考えます。また報告しますんで、チャンネル登録などもよろしくお願いします。忘年会に向かってどんどん飲んでいくんじゃないのか？なんていう方は、高く評価。ん？ようわからん。いやいや、もう、ほどほどにしとけよっていう方、低く評価で参加などもお待ちしています。ちょっと酔ってきてる。わずか2本も飲んでないのに。舌も回らなくなってきたし、長らく見ていただきありがとうございました。そうこうでした。さよなら。バイバイ。